い、どうも、サンドの飯より前浜大好き KD チャンネル系です。今日楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで、先日東京ディズニーシーに行ったんですけど、1月の13日からダッフィーの新しいグッズが販売日でした。今日はこちら、じゃじゃーん。今年の1月13日から販売のダッフィーの新しいグッズ、ダッフィーのワンダフルボヤッチのグッズを1万8000分購入してきました。今日はダッフィーのワンダフルボヤッチのグッズの購入品紹介をしていきます。それではまず1点目、1点目のグッズはもうオープニングでも見せたこちら、ミッキーとダッフィーがセットになったぬいぐるみ。今回のぬいぐるみ可愛すぎない？今回のシリーズは今までみたいにダッフィー&フレンズじゃなくて、ダッフィーとミッキーのグッズのシリーズになっていて、ダッフィーとミッキーがこれまでの旅や今から旅をする思い出を話し合ってる様子って言えばいいのかな、旅の様子をメインアートにしているグッズになっています。なのでマイフレンドダッフィーの衣装を着たミッキーとダッフィーがセットになっています。見てもらえばわかるんだけど、ミッキーのぬいぐるみの素材がちょっとね、ふかふかな素材、今までとはねちょっと違う素材になっていて、高級感があるように感じます。ただね、マイフレンドダッフィーって帽子かぶってんだけど、今回帽子かぶってないんだよね。ダッフィーは SS サイズのぬいぐるみよりもう一回り小さいぐらいかな。いやー、でもやっぱり可愛いね。ミッキーだけでも可愛いのに、ダッフィーもセットになっているところが本当に可愛く感じます。後ろこんな感じです。ミッキーの手がダッフィーのね、背中をね、肩を組んでいるぬいぐるみになっています。ぬいぐるみは可愛いんですけど、お値段は可愛くないです。7200円。靴の足にはダッフィーのワンダフルボヤッジの記載もあります。やっぱりね、このミッキーとダッフィーがセットになっているのが今回のグッズちょっとずるいよね。次は2点目、2点目のグッズは日常のいろいろな場面で使えるマルチケース。マルチケースはポーチみたいに横長になっていて、ダッフィーとミッキーのお顔で総柄なデザインになっています。中こんな感じです。じゃじゃーん。片方はたくさんのカードを入れられたり、大きめのメモ帳とか、今のご時世ね、外国行く機会少ないんだけど、片方は大きいサイズのポケットがあります。真ん中にはボールペンを入れる場所もあります。あとはね、まだまだ先だけど、今後ね、海外ディズニー行けるようになったらパスポートとかを入れて使いたいなと思って今回購入しました。内側も可愛いけど、外側のこの総柄のデザインも可愛くて優勝。次が3点目、3点目に買ったのは、これもね、旅行とかに使えるミッキーとダッフィーの総柄のデザインになっているトラベルポーチ。外側はマルチケースと一緒の総柄のデザインで、淡いこのクリーム色もね、シンプルな色合いでいいですよね。トラベルポーチは上から開けることができます。国内旅行だったら温泉とかに行くときに使える、まあ、小さいシャンプーとか、手荒れが気になる方はハンドクリームとかリップクリームとか、ポケットが3箇所に分かれているポーチになっています。あんまりダッフィーのグッズでトラベルポーチって出ないよね。さっきも言ったように見た目も可愛いし、国内旅行とかに使えるので今回買いました。次は定番の商品2品買いました。こちらです。ディズニーグッズ定番、ポストカードとステッカーのセット。自分はよく集めているこちら、ダッフィーとミッキーのピンバッジ。今回のシリーズはポストカードとステッカーがセットになっていて、自分ね、ポストカード集めてるので、もうほぼねポストカードが目当てなんですけど、ポストカードの他のステッカーもね、3枚セットになっていて、どれも可愛いんだよね。ミッキーとダッフィーが旅行を楽しんでいたり、旅の思い出をね、一緒にお話ししているステッカーもセットになっています。これはね、買いやすい金額、700円。そして今回ね、珍しくない？
ダッフィーのグッズのシリーズでピンバッジ出ました。雑貨のグッズいろいろ出るんだけど、ピンバッジってあんまり出ないように感じて、すごく珍しく感じます。ただ普段出てるピンバッジよりね、ちょっと金額がお高め、1400円。そして次がいよいよ最後の商品、最後の商品、これもね欲しかったやつ。これめっちゃ可愛くない？ダッフィーの顔が近い、顔が近い、ダッフィーのネックピロー。今回のダッフィーのネックピローはお顔型で、後ろこんな感じです。なんか怪しいチャックがあるね。チャック開けます。チャックオープン。チャックを開けると、お、なんか出てきた、なんか出てきた。チャックの中からなんか出てきました。中にねビーズが入っていて、ビーズをね開けたら移動させるんですよ、こっちに。ダッフィーのお顔が今中に入っていて、リバーシブルになっていて、チャックをね閉められます。見て、さっきダッフィーのお顔だったのにネックピローに早変わりしました。動画で伝わるかな、中にビーズ入ってんの。ビーズの素材だからネックピローすっごい柔らかくて、いやー、デザインがやっぱり可愛い。今回ミッキーとダッフィーの総柄のデザイン、これをこんな感じでセットするんだ。あー気持ちいい。素材がねビーズの素材だから柔らかくて、ネックピローの肌触りもすごくいいように感じる。飛行機や新幹線乗るとき、ダッフィーのお顔をひっくり返すといろいろな用途で使えるネックピローに早変わりします。説明書も載せておきます。今ネックピロー、最初の方はクッションって扱いなんだ。ネックピローを使い終わったら、またビーズを移動させて、こんな感じでね、飛行機や新幹線で使い終わったらビーズを移動させて裏返して、持ち運びしやすいクッションにすることができます。はい、ということで以上、ダッフィーのワンダフルボヤッジのグッズの購入品紹介でした。今回買ってよかったのはどれもよかったな。ぬいぐるみもね可愛かったし、もうこのぬいぐるみ初日でね品切れだったみたいで、ぬいぐるみもよかったし、ネックピローもね、いろいろな場面で使えるし、マルチケースやトラベルポーチもね、日常の中でいろいろな場面で使えるし、今回買ったグッズ6品なんですけど、どれも本当に買ってよかった商品でした。いつもだったらダッフィーの新しいグッズってお菓子とかの販売もあるんだけど、今回のシリーズはお菓子とかの販売はなくて、他にもいつもだったら新しいグッズが出るとショッピングバッグとか持ってるんだけど、ショッピングバッグの販売とかもなかったです。ぜひこれから東京ディズニーシーに行く予定の方が、ダッフィーのワンダフルボヤッジのグッズの購入検討だったり、もうね今はお品切れ中なんですけど、ぬいぐるみのサイズ感や質感、動画で伝わっていたらすごく嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思う方、グッドボタン、チャンネル登録のボタンお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、動画の概要欄貼ってあるのでフォローお待ちしております。それでは、バイバイー。